ブレイキングダウン132024年9月1日、日曜日下向き黒三角第12試合バンタム級1マッチ 61kg 以下キックルール黒丸村田正和 KO をパンチ連打ゼロ力。ほト、失神 KO の瞬間村田はジャパンキックボクシング協会等で活躍し、昨年はランカーにも勝利。最強喧嘩誌を自称する。しかし前戦 BD12 では、吉木丸に赤敗した。 力は地下格闘技、カオース、出身で、喧嘩自慢対抗戦のチーム大阪で活躍し、現在は BD4 連勝中だ。試合では、力が細かいステップ、スイッチで格乱も、村田の右で一瞬力が崩れる。しかし力はそのまま詰めて膝、村田は刑事際に追い詰められるもノーガードでフックを振る。力はそのままリーチを生かし連打すると、村田が崩れダウン。 立ち上がれず、そのままレフリーが止めた。村田は起き上がれず、そのまま担架で運ばれていった。力キはマイクでシェンドン君のあだ取れたんで、口だけじゃないってことをこれから見せつけるんで。関西で一番ええところのジムスモーカーにお世話になっとるんでと雷神萩原恭平が以前所属していたスモーカージムで、のし上がると宣言した。